立浪監督、采配しない宣言。ジェラセントラルリーグ公式戦2024の開幕前日記者会見が28日、神宮球場で行われ、中日、立浪和義監督とヤクルト、高津慎吾監督が出席。今季にかける意気込みを語った。昨年、球団初の2年連続再開となった中日は、中田翔内野手らを獲得して、巻き返しを狙う。開幕に向けた意気込みは、立浪監督、ドラゴンズの場合は、ここ数年低迷してますが、昨年の秋から春のキャンプ、オープン戦と何とか巻き返そうという意気込みでここまでやってきました。名古屋からかなりたくさんの期待をしていただいている。プロ野球界を盛り上げるためになんとか優勝争いの案に入れるように1試合1試合全力で戦っていきたいという決意です。開幕を迎える心境は、立浪監督、監督として3回目の開幕を迎えるんですけど、緊張感は何年やっていても感じるもの。今年の場合は一番緊張感があるのは選手たち。明日は選手に任せて、期待してゆったりとベンチで見たいなと思います。采配専門家。できますかね？立浪ゆったりしてるから好き。むしろ何もしない方が勝てるかも。投手ピヨピヨしてても何もしなさそう。さすがタッチ、王者の貫禄やね。頼むから、交代の宣告だけはやってくれ。オープン戦を見ても今年は最低でも、A クラスはやってくれるやろね。トレードなり首なりして無理やり、若手使ってたのにショート大臣で草。Y は、阪神、中日巨人の三つどもえになると、信じてる。タッチ頑張れ。なんで、立浪が岡田みたいなことを言ってるんや。ああいう G キャラを目指してるんか。何かあったらじっとしていられないくせに。そのままゆっくり休養しようか。オープン戦1位だから余裕あるね。いきなり赤味噌湧いてて草。こういう時に限って先発爆散して試合壊れるんだよな、ちなやく。去年も何もせず、ゆっくりさらし投げとかしてたしな。王者の余裕、